ダラダラ TV のミセリミョンボイです。やってみたシリーズ第2弾ということで、冷麦ね、夏も終わりですけども、やっぱりちょっとだれてきたということで、冷麦をね、もうこれはめんつゆです。めんつゆですね。これはまあまあ普通だから、またそのいろんなものをかけてみようっていうシリーズなんで、まずは普通の、うん、美味しいね。あ、ものすごい暑い時はもう氷入れてね、うまそう。で、カレーの第一弾は、はい、カレーですね。でもカレーうどんとかもあるしね、麺にかけるパターンはね。これいいね。でもこうカレーうどんをどうしても食べたい時にカレーを一回作るの大変でしょ。イトルトカレーでカレーうどんいいかもしれない。カレー冷麦、これね、僕的にはね、多分ねヒットなんじゃないかなと思う。いただきます。うん、うん、あ、おいしいおいしい。でもかけただけだったらこうやっぱ重たいから、カレーうどん作る時とかも冷麦、あの、めんつゆ入れた方がいいね。だからここにもこうちょっと入れて、ちょっと入れてた、こうかき混ぜてた、でこう、うん、あの単身赴任の人とかはいい、いい。冷麦なんて4分半でできるし、そうめんだともっと早いから、あのカレーね、もうその中にぶち込んじゃってさ、全部麺もレトルトカレーもぶち込んで、でこの冷麦のタレこうやって入れてさ、そしたらいい、単身赴任の人はいい。よし、次行こう。でいつものように、ね、夏を乗り切りたいね、コーラでもね、あんまり飲みすぎると良くないから、じゃあ特保さんで入れてるね、このメッツのやつにしましょう。で、うわー、わーわー、すごい。これ炭酸麺みたいな感じになってるわな、これ。じゃあ行ってみましょう。でも色はあんまないね。うん。非常におかしな味になっておりますね。で、じゃじゃん。ね、こういうエゾエースっていう、これはまあ同じものじゃなくてもいいですけど、需要競争をつけるこう健康ドリンクをね、かけてね。あと、うわ、黄色だ。黄色だこれ。ちょっと見えるかな。あんま見えない、黄色っぽいですね。でこう、うわ、じゃあ酸味がありますね。すごいね、これ。いただきます。ああ、薬膳料理みたいな味ですね。体にいいような感じの薬味がいっぱい。すごいな、これ。でも、なんか元気になりそうな感じの。ちょっとした事件だね、これはね。やっぱこういうもので無理やり夏を乗り切ろうっていうのをやめましょう ね, ね。で、カレー、これは美味しいと思います。だから こういうの始まっちゃうかもしれない。冷やしカレー冷や麦始めましたみたいな。うん、あのちょっとやめましょう。真似しない方がいい。うん、でですね、でということで、あのこういう冷や麦バージョンの、あのこんなものを乗せて食べてみたよっていう動画を撮った方がいたら、あの下の動画レスポンスであのしてください。で、ちょっと動画は撮れないけどっていうコメントで、あのこういうものを乗せてみたとか、こういうのを乗せてくださいっていう方がいれば、どうぞコメントください。はい、待ってます。ということで、ダラダラ TV でした。じゃあね。番外編です。こういうちっちゃいものにしましたけど、コーヒーはどうかなと。やってみましょうか。結構たっぷりめでね。うん。いいよ、やっちゃおう。これね、どうだ。非常に危ないね、味が。なんか美味しくもないし、なんだろうな、うん、ただ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 なんかコーヒーの感じになんか関係ないもんになっちゃった。じゃあ、そういうことで。